ジャッジメントデイ。2024年5月給料発表です。吉本興業から挑戦状が届きました。現在5月22日私の口座残高91円、給与が何がおかしい91円、今91円です。残高、財布にもほとんどお金がありません。ギリ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 です。ギリギリの中のこの給料発表、この体感、触りましたけれど1枚かな、前回が25万、まあ、そっからまで吉本が借りてるお金とかいろいろ控えて、まあ、手取りで20万ぐらいかな、まあ、そんな感じで、まあ、確実に支払いで10は消えるんで、10以上想像しただけで俺の中で30あったら御の字、20切ったらもうノーサイド、やるかやられるか、 Do or die、 Dead or alive、 生と死、生きるか死ぬか、やるかやられるかなら攻める、負けられない戦い、ノーサイドゲーム、ギガント、クラッシュブレイクデストロイ、いや、おい、お、あれ何これ、あ、2枚ある、え、発表し、待ってください、まず、お、あまず、金額発表します。お、え、発表します。口座残高91年、ラグビー芸人深夜、今月の給料は315,412円。すごデンジャラス、 You are dangerous。 おー、いいですね。まあ、手取りいろいろ引かれて、まあ、30万切ってますけども、おーい、あーすごいな。生きてきる。生きてきる。はい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 。あ、2枚、あ、2枚ちょいか。2枚で2行。なんこれ、いつのやつこれ。まあいいです。まあちょっと余裕があるぐらい。支払って。生きていけるのかこれで俺は。いや、よかったっすね。さ、すごいな。やっちゃ払って。払います、すぐ。目を覚めた今。確かにな。いや、よかった。315,412円。一番低い額だけで言うと100円のやつもありますけども、まあ多いやつやったら、これまとめてかな、9万とかでかい。あ、これね、俺同期とかだけ見てんねよ。同期、これだけ見てる同期。他も見て。いや、でもでかいな。これ芸人の視聴率はこれだけ高い。給料発表。おい。いや、でもありがたいな。ありがとらい。ちょっと今から来月のスケジュールを組み立てたいと思いますけど、ちょっとまず一旦は皆さん生きることができた。だから、ちょっと考えます。でもあと何だっけ、5月の26日国立競技場で深夜のラグビー T シャツ、深夜ラグビー T シャツが鈴木の物販ブースで販売されますんで、ぜひ皆さん、素晴らしい、これもでかいね、ぜひ皆さんこれも、自分いますんで時間許す限り、まあ
当日 SNS 見てくれたらどこですよとか書いてるんで、まあ、気長にお待ちください。じゃあ生きていけるあなたのおかげです。ありがたいビッグスクラム。ラウェイ、ダイラウェイ、チューラウェイ、ショーラウェイ。ナカン、ナカン、ナカン、カン。カンカンカン。うん。ハッピーバースデー、深夜。深夜です。チャンネルプライ、高評価プライ、お願いします。